ということでね、無事戻ってきましたけども、足りなかった部分をじゃあ今からまた改めてやっていきたいと思います。アリちゃんの方からね、お叱りを受けました、うん、お前はね、上司がね、ちゃんとしっかりとね、あのちゃんと段取り組めよっていうことに言われたので、あの気をつけたいと思いますやっていきましょう、はい、これを途中からになっちゃうから、こういう風に一回合わせてもらって、ここで切んなきゃいけないから、この切る部分にマーカーをつけて、それでそこの部分をパチッと切っていく。これちょっと自分で一回調節してて、そういう風に一回つけて一回外してもらって、これでこうやって定規とか使わなくてもこうやって合わせたらピッていけちゃうから、それであの引いちゃって自分で切っちゃう。これで切ったっけ、これ見てて切れないパターン、ちょっと俺がやっていい力じゃ、いや力押しちゃったのかな、お、切れたよ、ほら、おい、音楽切れるもんだね、これ。そうですね、すごいね、機械覚えがないんだよね、と。そうだよね、この切り方だよね。カーカー、俺の力技で、あのすごいことになりました。だから、あのとりあえずあの麦茶をいただいていいですか今の力をね、使い尽くしてしまって、自分の中で。あかりちゃんはね、さっきね、車の中でお話ししたんですけど、結構あの美術的センスが、ね、ありそうなので、美術があのなんとあの成績が5ということで、園芸ファクトリー初5がいましたよ。美咲ちゃんもそんで結構まあいい感じな頭の持ち主だよね、確かね。ね、一番低いやつでちなみに何だった？英語。英語2とか、英語が2、でも2なの。1って相当じゃないと取れない。おお、俺に喧嘩売ったぞこれ。今の人1取らないですよ。1取るっつーの。取れないんですよ。今の人でも1取るって。取れないんですよ。1取れないの？本当？いや俺ほとんどオール1でした。チーン。お、完成。はい、完成しました。いい感じ。これを、今作った状態で、今もう外枠作れてますよ。完全にこれ外枠ですね。この外枠の部分を今度この黒いテープを使って、ビニテを使って巻いていきます、はい、巻く頻度はまあこのぐらいっていうか、なんかまあちょうど1本このぐらいじゃん、はい、半分ずつぐらいこういうふうにかぶって、あの巻けるような感じにしていく、はい、つける時のポイントはこっち側からつけます。巻くでしょ、最初の1回だけはさ普通に巻いちゃっていいから、2回目から引きながら、こうやって引きながら、はい、伸ばしながら巻いていく。この伸ばしながらやることによって身が引き締まるっていうか、分かる？キュンってなれるから、頑丈にこうするためにこうキュッ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 って言いながら、こうシュッっていってこの挑戦していく、これをやっていく。そうすると形がまた、あら不思議、頑丈な頑丈な輪抜けさんの出来上がりでございます。何ができるかな、何ができるかな、何ができるかな、輪抜け。じゃあさ、ちょっとさ、デビューをする時の自分に向けて一言さ言おうよ。なんか多分これを多分次見返す時、これアップした時にはまた見るかもしれないけど、デビュー前に一回見返しそうかなと思ってるから、その時の自分へのメッセージ。メッセージメッセージ頑張れ、頑張れ。今俺ちょっと言わせた感あったけどね、今な。またデビューの時にアンサーが返ってくるから、自分でアンサー返ってくるから、それでも不思議な気分になると思うよ、多分。あ、自分こうだな、こうだったなとか、今こうだよなとかって絶対見返す瞬間があるから。そう、じゃあ10年後の俺に、俺もメッセージするわ。お前が成功するか失敗するかは分かんないけど、お前の未来どういう生活をしてるのかが大体想像できる。お前は多分10年後日本にいないだろう。常に多分いろんなことをチャレンジし続けてるから、日本ではなく違うステージにね行ってる気がするの。なんかもう日本で収まるような男じゃないと思ってるから、多分動物園作る前にあの動物園研修で世界各国のあの超すごい動物園回ってるかもしれないから、うん、その時はカーカー、あの一人であの世界旅してきますんで。カーカーも別のとこ旅してるんで、普通に旅行で。お前は旅行かい。美味しいものをいっぱい食べて。お前は旅行かい、本当。あちこち美味しく。だからもう本当にそんなこんな話をしてる時にもうね、半分ぐらいいったね。はい、オッケー、いいね。坊ちゃん、
坊ちゃんおいで、お菓子持ってこっちおいで。赤井ちゃんが一生懸命やってる間に、うんテレレレテレー、お、すごい完成、おい、素晴らしい。そう、ちょっとここなんかちょっと若干あれ、あの中持ち手みたいになってる。こうやって持って、こう自分でこうやって持てる感じ。よし、輪抜けできました、うん、じゃあ輪抜けの手順はもう覚えたよね。じゃあこれをね、まあ、2個作っていきたいと思います。ということで、ね、2個目が完成でございます。あかりちゃん2つ作りましたよ。1回目と2回目比べてどう？なんか、うん、1回目の方が綺麗かもしれない、うん、1回目の方が綺麗かもしれない。しかもあの短時間でよく頑張ったわ。この輪抜け2つ作るのに1時間、1時間ぐらいだよね。本来予定してたあの時間は2時間、1時間で完成しました。素晴らしい。ちょっとあのそのあかりちゃんがね、今ちょっとあのこれ撮影の途中で一回止めちゃったんですけど、僕はですね、あのちょっとねあかりちゃんにですね誘惑をしですね、まだもうちょっと時間が過ぎちゃうから俺はちょっと最後手伝おうかって言ったんですけど、いや最後までやりますっていうことをね、言っておりました。あかりちゃんのね性格がちょっと出るいいシーンだったので、ちょっと取り忘れたそこは残念だったんですけど、自分で一人でちゃんと完成させました。偉いです。素晴らしい、完璧だよ。まあこういってね、道具を自分で作ることによって自分の道具を大事にしようって気持ちが多分芽生えるんだろうなって僕は思ってるので、極力ね僕が作んないで本人に作らせるっていうことをしております。はい、美咲ちゃんに関わらず、この赤井ちゃんもそうですが、自分で作ることがやっぱりねすごい大事なので、苦手であろうが失敗しようがちょっと作るっていうことをね、練習がてらやっていただければなと思っておりますんで、この完成したこの輪抜けは多分あかりちゃんの中でずっとね大事に使われてくるものだと信じております。なのでこれおさるさんが来た時にこれでトレーニングをしてください。頑張ってください。はい、最後そうだ、あかりちゃんに最後じゃあさ、これで輪抜けをさ、こうやってやるんだけど、まずお猿さんとこの今後先ね、組むと思うんだけど、実感ある？ない？ないです。まだないです。まだないんですよ。これが、ちょっとずつこの道具が完成することによって、実感がちょっとずつ出ていきます。誰とコンビ組むか分かんないけどさ、もしかすると、まだ見ぬことコンビ組むかもしんないし、ここにいる子とコンビ組むかもしんないけどさ、そしたらね、その実感がちょっとずつ湧いてくるので、あかりちゃんの心境みたいなのもね、楽しんでもらえたらと思います。ということでね、ご視聴の方どうもありがとうございます。あかりちゃん頑張れって応援のですね、コメントとかも出していただけるとすごい嬉しいので、コメントの方、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイって言ってみて。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。言えた。